ピース動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんと皆様大変長らくお待たせいたしました、この秋冬絶対に買うべきな2020冬アウター徹底解説をやっていきたいと思います。もうこの動画を見れば必ず 100% で今年の冬を買うべきアウターがわかる、そんな徹底解説の動画になっております。合計7個のアウターをご紹介していきたいと思うんですが、まあ、結構カジュアルなものとか大人っぽく着れるものもあったりとか、いろんな方に着ていただけるアウターを今回ご紹介していきたいと思っておりますので、今年の冬のアウターを購入する際の参考にしていただけると嬉しいです。それではアウター徹底解説動画いくぞ。ということでまず一つ目なんですが、今年初のダウンをゲットいたしました、こちらです。ユニクロのウルトラライトダウンコークパーカー、お値段は7990円でカラーは6色展開、私はピンクの S サイズを購入いたしました。もうねこのアウターがねめちゃめちゃ大当たりなんですよ。もう見ていただいてる通りまず色がすっごく可愛くて、私今回ピンクってカラーを購入したんですけど、まあ、ピンクのダウンジャケットって着回しやすいかって言ったらそうでもないイメージだと思うんですけど、これはねブラウンベージュっぽい感じ、ブラウンのニットと重ねても馴染みがあるぐらいのピンクピンクしていない感じのカラーがすごく可愛くて購入しました。フード開けるとねこんな感じでね着れるんですよね。丈感はねお尻が隠れるぐらいです。このアウターのあのネットでのレビューを見たら厚めに作られてるからちっちゃめ買った方がいいよっていうのを見たので、ネットで頼んだんですけど S サイズかなと思って S を頼んだら大きすぎずちっちゃすぎずマジでこう S にしてよかったなって思っています。ダウンってちょっと大きめのサイズを購入してしまうと、まあ、若干こう肩周りがぐわついたりとかふくよかに見えがちなんですけど、この S サイズは本当に体を華奢に見せてくれるダウンジャケットっていう感じです。私去年ウルトラライトダウンのねこちらのタイプを購入していてずっと着ているので、どれだけ冬暖かさを与えてくれるか10の承知の上なんですね、まあ、なので暖かさは確実に信頼ができる、そして色がめっちゃ可愛い、そして私フード付きのダウンジャケットがずっと欲しかったので冬はフードをかぶって外に出かけたいなと思っております。あとはねウルトラライトダウンってまあ名前の通りめちゃめちゃ軽いんですよね、ストレッチ全然できるよぐらいめちゃめちゃ軽いので肩が凝らないっていう点もすごくいいなと思います。いや本当にこのダウンは当たりだな、めちゃめちゃ嬉しい。次お次2つ目はででーん、カスタネのパイピングのアウターでございます。カスタネのサテンライナー付きパイピングガウンコート、お値段は16280円でカラーはライトベージュ、サイズはフリーサイズでございます。ちょっとアウターに合わせてヘアレンジとかを変えてみました。でこちらのカスタネのパイピングコートは私去年購入したものなんですが、去年から大人気のアウターで今年も同じ形のものが出ていたのでアウター徹底解説に選抜させていただきました。ベビーこのねパイピングのアウターとサテンのライナーコートが付いている、なので2点セットで1万6000円って考えると結構お安いんじゃないかなと思います。まあ一見で1万6000円って結構高いかなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、この質感と2点アウターがゲットできるっていうのを含めたらまあお安いんじゃないかなとは思います。で去年に引き続き今年もねパイピングがすごくあのトレンドになっているので、ラインがついたパイピングのコートを持っておくとおしゃべりするかなというアイテムでございます。よりで見るとねこんな感じで明るいベージュっぽい感じのカラーに黒のラインが入ってるんですけど、私これ去年買ったやつなので今年はライトベージュとグリーンっぽいの2色になってるんだけど、私はもしかしたらライトベージュより濃い色のベージュだったかもしれないです。まあ、ただ今年売ってるものに一番近いのはライトベージュかなと思います。着た時のシルエットはね肩のねラインがすっごく落ちてみるんですよね。この肩の線のラインがね普通はここにあるんだよね、それがストーンとざっくり落ちているので、まあ、肩幅がすごく華奢に見えやすいアウターかなと思います。丈感はねこんな感じで結構ロング丈になっているので、ザ・ロングコートっていうのが欲しい方にすごくおすすめです。で中のライナーコートはね私のやつはブラウンだったんですけど、これもね1枚で全然使えるんですよね。私はこれ一気に着るっていうよりは別々に着ることが多かったです。まあ、ですが別々に着るとこのねパイピングのアウター自体がそんなにめちゃめちゃ厚手ではないので真冬だったら寒いかなと思うんですが、私は去年からウルトラライトダウンのダウンジャケットをずっと着ているので、それを中に仕込んで上にこのアウターを着てっていう感じで着てました。今回このロング丈のカスタネをご紹介したんですが、ショート丈のねパイピングのアウターも持っていて、こんな感じでインスタグラムで紹介しているのでインスタグラムぜひ見に来ていただけると嬉しいです。本当にこのアウターは買ってよかったと思っていて、去年もめちゃめちゃ使ってたんですけど今年もやっぱりこのアウターに戻ってくるなという感じはするので、まあ、去年買いそびれたよって子は今年購入してもいいんじゃないかなと思います。次お次3つ目はででーん、エマリンバーの大人かわいいアウターでございます。こちらです。エマリンバーのボリュームスリーブチェスターコート、お値段は3万800円で少しお高めになっております。カラーはヘリンボンっていうカラーでサイズはフリーサイズです。こちらね3万800円するアウターなんですけどめっちゃ可愛いの、一目惚れして購入したアウターなんです。
ですが、まずね、柄がね、なんかすごい絶妙なシマウマみたいな、もうシマウマいっぱいありますよ、シマウマいっぱいありますよみたいな感じの柄なんですけれども、なんか柄なんだけど遠目から見たらそんなに柄っぽく見えない。それがこうボリューム広がっているねデザインになっていて、で普通に着るとストンと落ちるチェスターコートになっています。丈感もね結構ロングです。身長159センチの私でもこれぐらい、まあ、なのでこちら本当に低身長さんっていうよりは身長が高めの方におすすめで、ちょっと高めで若干こう年齢層高めな大人っぽくでも可愛く垢抜けた感じのものが欲しい方におすすめです。だから私と同じ25歳とか26歳とかね、それぐらいの方に一着いいコート欲しいなっていう方におすすめですね。前ボタン閉めるとねこんな感じです。え、可愛くないですか。クリスマスデートとかに着ていきたい感じですよね。高いだけって、ね、超あったかい、まあ、今バリバリに汗かいてるもんね。いやこれは多分長く使えるコートだなと思います。30歳とかになっても全然着れるコートだと思うので、ここから長く愛用していきたいなと思っております。それがお次4つ目はでで、ピヌエのコートでございます。こちらね大好きすぎた私2色持っているんですよね。ブラウンと黒を2色持っているので、どちらもご紹介したいと思います。ピヌエのパイピングウールコート、お値段は19000円で、カラーはブラック、サイズはフリーサイズでございます。間違えた、カラーは、ブラックとブラウンですねの2色でございます。こちらね私のお友達のタクボカリンちゃんがやっているブランドの商品なんですけれども、ウールが入っているパイピングのねコートになっていて、とにかくねデザインが本当に可愛いんですよ。この首元のねこことそれだけパイピングになっていて、この一部だけのパイピングがあんまこう主張しすぎないパイピングというか、柄元のスカートとかバッグとかに合わせてもナチュラルにパイピングがすごく馴染んでくれるのでお気に入りです。マリンバのアウターは生地が分厚くて和風に最適グーグーって感じなんですけど、これはねウールが入っているのでめちゃめちゃ暖かいんだけど、今からでも着れるぐらいの厚さになっているので、真冬になったら中にウルトラライトダウン入れてこれ着ようかなと思います。だから本当に真冬でも着れて今でも着れるっていう一番使いやすいアウターでございます。このアウターもね着た時に肩のラインがすごくストンと落ちて見えるし、あと全体的にこう縦にね一直線に綺麗にこう落ちて見えるかなと思います。丈感もこれも結構長めになっています。あのショートブーツとかに合わせて着たら低身長の方でも着れるんじゃないかなと思います。よいしょ。黒は着用するとこんな感じですね。黒地のボードに黒のパイピングになっているので、普通の黒の後でも買うんだけど、若干パイピング入ってるだけでお洋服の印象って変わってくるし、コーディネートがすごくおしゃれに見えるので、これはマジで買いやなと思います。さっきウルトラライトダウン中に入れたいって言ったんですけど、普通に例えばヒートテックにニットにこれとかだったら真冬いけると思います。ただ私あんまり中に厚手のものを着るのが好きじゃなくて、こういう薄手のニットにモコモコのアウターでダウンを取りたいみたいなタイプなんですよ。まあ、なので普通に中に厚手のニットとか着るときは全然これ1枚でも大丈夫かなと思います。ただねこのアウターめちゃめちゃ人気で、もしかしたらもうどっちかの色完売しちゃってるかもしれないんですけれども、ピヌエってネットで調べて検索してみてください。これ最近ねずっと着てて、インスタグラムでもこんな感じで着たシルエットとかも上げているぐらい、週2、3ぐらいでずっと着ております。次、お次5つ目はでで、超お気に入りのノークのコートをご紹介したいと思います。こちらです。ノークのトレンチコート、お値段は23,500円で、カラーはブラウン、サイズは S サイズを購入いたしました。11月上旬ぐらいまでに着たい方におすすめかなと思うアウターなんですが、まあトレンチコートなのでもちろん暖かくはないです。ただデザインがめっちゃ可愛いので、いいデザインのトレンチコート1個欲しいなって思ってる方いらっしゃったらぜひ参考にしてほしいです。私はもうこのトレンチのシルエットが大好きで、インスタグラムにこんな感じでシルエット着た時のものアップしているんですが、めちゃめちゃ可愛くないですか。これをいろんなこうお仕事現場に着ていくと、このコートめちゃめちゃ可愛い、どこのですかってね何回も聞かれたの。だから今買っといて来年の春とか着てもいいかなと思ってるアウターなので、本当に私このねカラーが絶妙だなと思っていて、キャメルとブラウンの間ぐらいのこのカラーがすごい可愛くてお気に入りです。全部ね締めて着ても可愛いんだけど、もちろん開けてサッと羽織ってちょっと大人っぽく着るのも可愛いし、肩から羽織るみたいな着方でもすごく可愛いかなと思います。今までベージュのトレンチとかグレーのトレンチとか持ってたんですけど、これ若干こう大人っぽいんだけどカジュアルにも着れるよみたいな感じのカラーが絶妙でマジで可愛いので、ちょっと大人化計画してる子とか垢抜けたいよとかいう子にすごくおすすめです。このトレンチ買ったら他のトレンチ別に買わんでいいかなぐらいのものだと思います。ただ私は買うんですけど、いいトレンチ1個欲しいなっていう子にすごくおすすめです。ラスト6つ目はでで、出ました、鬼皮もこもこちゃんをご紹介したいと思います。こちらです。アプリシールのボーダフ
ルコート3995円で、カラーはミント、サイズはフリーサイズでございます。色がマジで可愛くて、絶妙なくすみグリーンがすっごくお気に入りで、あとはこの襟がついているダッフルの形が初めて私は見て、フード付きロングダッフルとかショートダッフルとかが多いなと思ってたんですけど、この大きめの襟がついた上でダッフルになっている形がすごい可愛いなと思って、今回こちらセレクトしました。こう四角くね、角張ってる襟になっているので、これが丸だったらちょっと甘くなっちゃってたんですけど、この角張ってる襟がそんなに甘さを出さずに、カチャドラ感もしっかり出してくれるかなと思って、すごくお気に入りです。ディズニーコーデとかに使ってもめっちゃ可愛いんじゃないかなと思っているぐらいの、本当にお気に入りです。お袖に結構ボリューム感があって、全体的にモコってした感じのアウターなんですけど、細身するアウターよりは冬っぽくモコっと着たいっていう時におすすめです。着た時のシルエットね、こんな感じなんですけれども、そんなにふくよかすぎるというか、ボーツして見るってわけではなくって、しっかりと肩のラインが落ちていたりとか、袖にボリューム感があるので肩周りが華奢に見えたりとか、細身ポイントはちょこちょこあるので、秋冬にすっごく暖かいモコモコのアウターが欲しい、そして周りと被らないものが欲しいっていう方にすごくおすすめです。なんか若草色のこういう色のボアってやっぱり購入する機会がないというか、なんかすっごい可愛いものじゃないと買おうと思わないじゃないですか。まあ、なのでももちが着てたから、普段色物買わないけど買ってみてもいいかなっていう感じの色物に挑戦するきっかけになってもらえれば嬉しいなと私は思います。なんせねモコモコやからめっちゃ暖かい、防寒するのが欲しい方にすごくおすすめかなと思います。てかこの若草で最後だと思ったんですけど、あと1個あったわ。最後にもう1つだけご紹介したいと思います。グレイルのハンドケーブラーミニットカーディガン、お値段は2599円で、カラーはベージュ、サイズはフリーサイズでございます。私の大のお気に入りのカーディガンでございます。本当に全くチクチクしないし、シルエットがめちゃめちゃに可愛いカーディガンでございます。最近私が私服で着たお写真がこんな感じでございます。中にカーキのタートルネックにスカートにこのニットカーディガンを着ている写真なんですけれども、なんかニットカーディガンってさ、部屋着っぽくなったりとか、アウターとして使いにくいんじゃないかなって結構私は思っていて、これはね結構ボリューム感がしっかりとあるから、がっつりアウターとして使えるし、あと結構インナーとかにすごく馴染みやすい、肩幅とかが結構こうストンと落ちて見えるから、ニットカーディガン特有のモコモコさはあんまりないので、まあ、この写真みたいな感じでこうストンってシルエットが落ちて見えたりとか、そのねふくよかに見えなかったりとか、このねお袖のケーブル編みがすごく可愛いんだけど、ここだけケーブル編みになっていて、他がケーブル編みになっていないのがすごくポイントだなと思っていて、やっぱここら辺も全部さ、こう編み編み編みってなってしまうとモコモコしてしまうんですよね。ケーブル編みってちょっとボリューム感が出るようにできているので、なのでこの正面とか肩周りとかは全くデザインがなくって、お袖だけケーブル編みになっているのが全体的にこう細めにするポイントなんじゃないかなと思っております。で前にボタンとかはないので、羽織って前を締めることはできないタイプのアウターでございます。アウターとトップスの間っていう感じかな。まあ、でも私は結構アウターとして最近使っているので、なんかすごく使い勝手がいいし、これが2599円っていうのはクオリティが高すぎるなと感動しております。まあ、逆に部屋着としてのニットカーディガンが欲しい方にもすごくおすすめかなと思います。キャミソールの上からとか素肌で着ても全然チクチクしないし、彼がいてお家デートするっていう時の可愛い部屋着として使っていただけたら、それもすごい嬉しいなと思います。もう今回紹介したアウターはめっちゃめちゃお気に入りで、絶対買って後悔しないアイテムになっているので、お値段が高いものとかお値段がお安いものとか、いろんな幅があったと思うのですが、ぜひいろんな方に参考にしていただけるとすごく嬉しいなと思います。それではエンディング、以上今年の冬絶対に買うべきな2020冬アウターの徹底解説でした。本日も忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターやってみてるので、アドメリキネレン、やばい噛んだ最悪を。それではまた次の動画でお会いします。ピョスバイバーイ。ピピピちゃん、東京王子です。皆様動画見てくれてありがとうございました。マジでお待たせしました。もうずっとねアウターの徹底解説動画出してっていう意見もいただいていたので、今日出せて本当に嬉しいです。みんなほんまにこの動画見てからアウター買ってほしい。もうね厳選に厳選を重ねたんですよ。本当にもう絶対これ買ったら今年の冬間違いないなと思うのを集めたので、ぜひこの動画を見て、そして友達にもこの動画をおすすめして、もちろんこの動画見てからアウター買った方がええでって、この方が心配しやでっていう風にみんなにおすすめしてくれると嬉しいだと思います。ニンニンにしてもこの私はウルトラダイトダウンのピンクすっごいお気に入りだから、みんなにおすすめしたい。レン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 スペシャルささやんでのデルタルメンタルとセンタルチュチュチュヌ。最近今更 TWICE にすごいハマっているんですよ。私はナヨンちゃんがすごい好き。ナヨンちゃんほんと可愛い。ナヨンちゃんになりたいです。ということで今日も見てくれてありがとうございました。みんな可愛い冬アウターをぜひゲットして、冬のおしゃれを一緒に楽しもうね。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で会おうね。バイバーイバイバーイバイバーイ。部屋が暗い。
暗い。すみません、本当に部屋が暗いです。ので私の顔のアップで失礼します。今日のリップだけ紹介しとくね。今日のリップはジューシーリップティントの20番のダークココナッツだよ。じゃあね。